はい、この時間はゲストをお招きしています。本日東証マザーズに新規上場したあらら株式会社代表取締役社長岩井陽介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日上場を迎えられていかがでしょうか。はい、ようやくこの日を迎えられまして非常に感謝しております。これまでご支援いただいた方、それから当社のサービスをご利用いただいている方々に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。はい、ではどのような会社なのかご紹介いただけますでしょうか。はい、当社は2006年8月に設立した会社でございます。世界をもっとハッピーにというメッセージのもと事業を行っております。このユニークな社名なんですけれども、はい、由来をぜひ教えていただけますでしょうか。はい、当社はですね、もともとレピカという社名で事業をスタートさせたんですけれども、リチャージカードということで電子マネーの事業をスタートを機に、したんですけれども、その後ですね、AR の事業をスタートさせまして、 AR がこう長く続くということで AR ということで、あららっていう子会社を作りまして、はい、でこの子会社と合併する際にですね、まあ、A は1、R は0だということで、デジタルの記号を示すような、そういう社名にしたいなということで、はい、このあららを、合併後の社名にさせていただきました。あ、はい、はい、A から始まるっていうのもポイントなんですかね。そうですね、 A から始まり R から始まるというところがポイントだと思ってます。あ、はい、はい、続いてこちらミッションということですけれども、はい、これは創業以来ですね、このアイデアとテクノロジーで革新的なサービスを提供し、便利で楽しい、みんながハッピーになる社会を作ると、これをずっと掲げてやってまいりました。そのためいろんなサービスを展開しております。ではそのサービス事業内容について教えていただけますか。はい、当社は B2B2C を中心とした SaaS 型販促ソリューションカンパニーでございまして、4つの事業を現在行っております。1つ目が当社の創業以来やっておりますキャッシュサービス事業、それから、メールを大量に配信して高速で届けるというメッセージングサービス事業、それから、企業の中にあります個人情報を守る、データセキュリティサービス事業、そして、先ほどお話しさせていただきました AR のサービスを行う、事業と、分かれております。続きまして、はい、ビジネスモデルはどんなものになるんでしょうか。そうですね、当社のサービス一度使っていただくとずっと使い続けていただくというですね、継続型、ビジネス、リカーリングビジネスというものを標榜しておりまして、現状、87.3% の、割合で、継続ビジネスが展開されております。内訳を言いますと、重量課金でいただく、キャッシュレスの事業、これは決済、手数料ビジネス、それからもう一つはですね、定額で月額いただく、サブスクリプション型のモデル、こういったものを組み合わせて、事業の方を展開しております。売上が増加基調ということですね。そうですね、ずっとお客様が増えれば売上が伸びていくという、そういうモデルになっております。はい、それではその業績についてさらに、こちらで教えていただけますでしょうか。はい、はい、こういったリカーリング型にですね、シフトしてからまたずぐっと、右肩上がりに、なってまいりました。特に利益面でですね、非常に収益性の高いモデルにが構築できているのではないかと、思っております。今期の、売上予想は、14億7000万、それから、経常利益がですね、1.68億というふうな、数字となっております。それでは、御社の強みについてお伺いしたいと思います。4つの事業それぞれお伺いできますでしょうか。はい、創業来の事業であります、キャッシュレスサービス事業ですけれども、こちらはですね、独自の電子マネーを作りたい、いろんな企業様の裏側のソリューションとしてサービスを展開しております。ですので我々がキャッシュレスの発行体ではございませんでして、私どものサービスをご利用いただくお客様、これが実際の電子マネーの発行体という形になります。でいろんなお店で我々展開しておるんですけれども、特に全国のスーパーマーケットでのご利用が多くなっております。でそのお店の中でですね、いろんな決済手段があるんですけども、お店が積極的にそのプロモーションを行い、いろんな特典を提供することによってですね、そのお店の中で使う一番よく使われる決済手段というのがこの当社のソリューションという形になっております。ですので非常に利用率も高くなっております。
でまた、スーパーマーケットなんかで展開されておりましたので、まあ、今回のコロナなんかでもですね、あまり影響を受けず、むしろ、まあ、たくさんお客さんがスーパーにいらっしゃって、現金ではなくて、まあ、より安全なキャッシュレスでのサービスを、決済を行いたいというようなところで、より決済比率が、まあ、上がっているような状況になっております。決済、消費者がいろんな選択肢を持っているということなんですけど、その中で一番選ばれているということなんですね。そうですね、はい。そして、このサービスが伸びているということですか。はい、直近で言いますと、年間で2100億円の決済額となっておりまして、3年で5倍ほどに伸びております。実際に使っていただいているエンドユーザー数も1000万人を突破しまして、順調にユーザー数も伸ばしているというような状況です。はい、まずはキャッシュレスサービス、続きまして、こちらメッセージングサービス事業、こちらについてはどうでしょうか。はい、こちらはですね、大量にエンドユーザーを抱える法人向けに、メール配信サービスを展開しております。基本的にはユーザー数、メール配信数に応じた、メールのアドレス数に応じた、月額課金モデル、まあ、サブスクリプション型のモデルに、なっております。で、最近でいうと、コマース企業ですとか、こういったところが、たくさん使って、いただいて、おります。どういった場合で使うかというとですね、特定のお客様に特定のメール内容を、メッセージ内容を、作成して、それを、高速で届けるというところで、例えばですね、飛行機の航空券の、時刻が変わりましたってなると、その時刻の案内をその人たちにヒュッと送れたりですかですね、あるいは、宅配でですね、お客様が不在だったときに、その不在通知みたいなものを送ったりとか、まあ、いろんな用途でこのサービスを利用いただいております。はい、では続きまして、データセキュリティサービス事業、こちらはどうでしょうか。はい、こちらはですね、個人情報、企業の中にたくさんの個人情報があるかと思いますが、そういったものが、外部に流出しないようにですね、どこにどんな個人情報があるかっていうのを見つけまして、でそれを、ブロックするというサービスでございます。で、個人のパソコンの中ですとか、それからファイルサーバー、その中をクロールして個人情報を見つけ出すと。特にですね、この、新型コロナの影響で、在宅勤務ですとかリモートワークといったものが、増えた中でですね、家でパソコンを持ち帰って使われるみたいなところで、まあ、個人情報の流出リスクもさらに高まっております。まあ、そういった中で非常にお問い合わせもたくさんいただいているようなサービスになっております。はい、そしてその他の事業とありますけれども、こちらご紹介いただけますでしょうか。はい、こちらはですね、AR サービスというのを中心に、行っております。これも当社の、独自のアプリケーションで、アラプリというアプリを展開していたり、あるいは、Facebook 社が、スパーク AR というのを展開しておりまして、これは Facebook や Instagram の中でですね、ストーリーという次元で展開する、SNS があるんですけども、そこにこう顔とか、手の動きとか、まあ、いろんなものをトリガーに、そこにないものが出現する、あるいは顔にエフェクトをかけたりする、まあ、そういったようなところを、まあ、Facebook 社の公式パートナーとして展開しております。まあ、企業様がそういったところを、まあ、プロモーションに活用していただくようなお手伝いなんかをさせていただいております。はい、わかりました。はい、それでは、今後のビジネス展開についてもお伺いできますでしょうか。はい、今はですね、一番我々の事業の中で伸びておりますのが、このキャッシュレスサービス事業でございまして、こちらにつきましては、現状ですね、まあ、使っていただいているスーパーマーケットが中心なんですけれども、これは引き続き、その業種で、まだまだ、利用のお客様を広げていきたいなと思っている一方でですね、さらに、まあ、大型の流通チェーンですとか、あるいは、個展まで含めた、ロングテール型のお客様、まあ、こういったところに、幅広くですね、リーチできる、さまざまなクライアント層を、ターゲットとした、サービス、そういった新サービスの開発といったものに、着手しております。そうやってお客様の幅を広げていくって、決済手数料を、大きくしていくという以上にですね、さらに決済手数料に頼らない新しい収益モデル、そういったものを考えております。一つはですね、電子マネーを、お客様に
戻してあげると、利用で使うだけじゃなくて特定の商品を買ったら電子マネーが戻ってきますよというですね、我々チャージバックという名前で展開サービス名を展開しているんですけども、このキャッシュバックできる反則ソリューション、これを新事業として展開していくと。それからですね、もう一つはギフト市場にも展開していきたいなと思っておりまして、現状紙の商品券と、それから e ギフトとさまざまな業態がありますけども、これらをシームレスに利用いただけるようなハイブリッド型のソリューションというものを展開していきたいなと。特に紙の商品券ってやっぱなかなかなくならないと思うんですね。今回も GoTo キャンペーンなんかでチケットとかよくギフトとかクーポンとか出されてますけども、この紙の商品券はデジタルで管理できる、そういったような仕組みなんかもこれから提供していきたいなというふうなことを考えております。コロナが悪影響ということではなくて、むしろ追い風なのかなというふうにお見受けするんですけれども、コロナが、そうですね、あまり影響を受けずにやっているという形ですね。それでは最後になりますけれども、番組をご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。はい、当社は創業来、先ほどもお話しさせていただきました通り、みんなをハッピーにするという事業を展開したいと考えております。キャッシュレス事業ではますます広がっていくキャッシュレス社会の一翼を担えたらというふうに考えております。でさらにワクワクするサービスを皆様に提供していきたいなというふうに考えておりますので、これからもあらららにぜひご期待ください。よろしくお願いします。この時間は本日東証マザーズに上場したあらら株式会社の岩井陽介さんにお伺いしました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。